キックオフ山形スタート。キックオフ山形スタート。今日のラインナップ、ブルイズモンテリオは3試合ぶりの勝利、栃木戦を解説します。モンテの休日は藤島英介選手が登場、子供たちと過ごすプライベートの様子を撮影してきてくれました。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。こんにちは。モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ、今日は第38節栃木戦を振り返ります。本日は大人の青春大運動会にご参加いただきありがとうございます。この日は今期スタジアムで様々なイベントを企画実施してきた学生たち、 U23 マーケティング部の集大成となる青春スタジアムが開催されました。企画の一つ、大人の青春大運動会は試合前スタジアム近くのグラウンドで実施。県内の企業や有志16チームに所属する大人たちが障害物競争や綱引き、リレーを楽しみながら汗を流しました。その他にも選手のサイン入りユニフォームなど豪華な景品が当たる体力測定や縁日なども企画。多くのサポーターが足を運ぶ中、学生たちが会場を盛り上げました。面白かった、楽しかったです。モンテディオ山形のイベントに来れてよかったとか、なんかもう一回来たいなって思ってくれる人がたくさん増えてくれることが私たちの望みです。今日で最後っていう実感はないんですけど、もうみんながとにかく楽しんでもらって試合も勝ってもらえれば最高です。この日を含め残り5試合でプレーオフ圏内との勝ち点差は4、プレーオフ進出への望みを残すため絶対に負けられない一戦でした。山形は前節から2枚替え、怪我から復帰した宮城、そして横山の両ウィングは共におよそ2ヶ月ぶりの先発となりましたが、この2人が結果を残します。31分、高江が鋭いくさびで攻撃のスイッチを入れると、藤本の落としを受けた横山が逆サイドまでドリブルで横断。その動きにつられた相手を尻目に、クロスが上がる瞬間に相手の前に飛び出し、右足で合わせたのはエースストライカー藤本義樹。キャリアハイに並ぶ今季10ゴール目で先制点を奪います。ドリブルで横山選手が左ガーッといったと思うんですけど、僕はなんか彼は自分でクロスを上げるんじゃないかなって最後の最後まで思って見てたので、相手選手は準備してない状態で僕だけ反応できた、まあ、そのタイミングでマークを外せたっていう感じです。後半も勢い止まらず、53分、野田がドライブで相手陣地に侵入、ボールを受けた高井が左サイドへ絶妙なスルーパスを送ります。相手の背後へ十分なスペースと時間をもらった宮城は、シュートブロックに迫る相手を完全に出し抜く見事な切り返しから冷静に右足でシュート、両足で蹴れる巧みなアタッカー宮城天のホーム初ゴールで相手を突き放します。切り返しとかパスとかシュートとかギリギリまで判断できるのが自分の強みなんで、まあ、そういう部分では自分の特徴が生かせた部分ですし、パスするような感覚で打ってたので、まあ、そういう部分では集中できたのかなと思います。今日しっかり点決めましたし、勝利に貢献できたので、そういう意味ではチームの一員にやっとではないですけどしっかり慣れたっていう自分の気持ちはあります。そのまま相手の反撃を守り切った山形は3試合ぶりのクリーンシートで完勝。順位は8位まで浮上し、プレーオフ圏内との勝ち点差は3に縮まりました。共に守りを固めてくる徳島、栃木と続く中、結果に差が出た2試合、そこには攻撃の改善がありました。その最大の要因はチーム全員で縦に素早い攻撃を展開できたことです。前半その意識を強く感じたのはボランチの高江レオ。
相手は守備の際最終ラインに5枚を並べ守りを固めてきました。そこで高井はボールを奪った後横ではなくあえて前方へ、相手守備網が整う前に前線に素早く正確なボールを入れチャンスを作り出していました。そして後半同点に追いつこうと相手は前がかりにプレスをかけながらカウンターを狙ってきました。その変化を山形の選手たちは見逃さず、ここでは相手最終ライン5枚の1人左ウィングバックが前がかりに出てきたため後藤がその背後へ侵入、そこへ西村はすぐさまくさびを供給しています。さらにその後手薄になった相手最終ライン左サイドの背後をついたのはスルーパスが出てくることを予測していた横山瑠衣。山形は最終ラインからわずか2本のパスだけでペナルティエリア内へ侵入できました。これは渡辺監督が今季継続して狙ってきた形の一つです。相手がシステムだったりプレッシャーのかけ方だったりそういうものでどこが空いてくるっていうのは毎回ゲームで変わってくるので、じゃあそれを今日はしっかりと見つけられたっていうような展開だったと思います。前節はそこを消してきた徳島さんだったから違うところが空いていたけれども、じゃあそこで自分たちが効果的にそのスペースを使えなかった。残り4試合群馬など守備を固めてくる相手も控えていますが、チーム全員で有効なスペースを見つけ素早い縦への攻撃を基本にしっかりと勝ち進めることを期待しています。ここで J リーグからのお知らせです。国内サッカー三大タイトルの一つ J リーグ YBC ルヴァンカップ、明日準決勝第2戦が行われます。果たして決勝に進むのはどのチームか。11月4日の決勝戦はさくらんぼテレビでも放送します。選手が撮影した貴重なプライベートをゆるーっと紹介するマンスリーコーナー、題してモンペの休日。5回目は山形在籍4年目の藤島英介選手が登場。正確なセービング、熱い闘志でゴールを守りきるキーパーとしてチームを支えています。今回はそんな藤島選手が家族と過ごす様子を撮影してきてくれました。今から今日は家族でご飯食べ行きます。いつも行きつけの、焼肉屋さんに行きたいと思います。今日は僕の行きつけの、高畑にある和牛屋さんにやってきました。息子のテンションぶち上げです。行ってきます。肉焼けそう。はい、じゃあこれから焼きましょう。今日も大好きな和牛屋さんの水揚げを食べに来ました。イエーイ、ゆうちゃん。イエーイ、イエーイ。いい音だな。もっと伝わないの？はい、や焼けちゃう。うん、美味しそう。うん、早く食べたい人。はい、はい、うん、今日はみんなで旅行行きます。嬉しい人。エマさん、今日今から旅行行きます。嬉しい人。塩対応な2人です。ゆうと、今何やってんのそれ？シール貼ってる。何のシール貼ってんの？カブトムシ。カブトムシ。エマさんは何やってるんですか？おせんべい食べてますね。クッキーですかね。ママは助手をしてます。リュウトの助手中です。はい、これ誰？温泉楽しかった人。あ、ママしか手上がってないぞ。温泉楽しかった人。はい、はい。あ、ママ手上がった。いい返事。あ、いい返事。帰るの痛い。試合中の闘志あふれる姿とは全く違い、子供たちにデレデレな藤島選手。
ご家族との時間を大切にしていることがよく伝わってきました。来月もゆるっと選手たちの休日を紹介します。お楽しみに。今回のみんなのシュートは山形市のにゃんママさんから。5歳になるいとこ同士のお孫さんがモンテリオ山形の試合を観戦している様子を送ってくれました。いろんな応援歌を覚えてホーム戦は欠かさずスタジアムで一生懸命応援しているそうですよ。皆さんもどんどん投稿してください。今日みたいに勝ち点3を取るということだけを考えてやれればなと思います。その結果最後に自分たちにとっていい結末になればいいかなと思います。